しゅうちゃん、汚れちゃってますね。怪我はありませんか？はい。じゃあ、お風呂に入りましょうか。しゅうちゃん、ご挨拶しましょう。私、天使のしゅうと申します。あ、はい、よろしく。ではさようなら。行きましょう、とわさま。え、しゅうちゃん？とわさま、早く帰りましょう。しゅうちゃん、待ってください。落ち着いて。ミルク飲みましょう。むしょ、落ち着きましたか？しゅうちゃんはミルクが一番好きですもんね。はい。天使ってこんなちっこいのもいるんだな。まあいるか、キューピッドとか赤ちゃんだし。それにしてもしゅうちゃん、急にどうしたんですか？勝手に人間界に来るのは禁止。神様に許可をいただいてきたんです。こんなに長い間何の連絡もないなんて、しゅうは心配で。私が地上に来てからまだ1週間ですよ。1週間あれば心配するのに十分です。でもよく私のいる場所が分かりましたね。ふふん、妹分のしゅうに父様の気配が分からないはずないのです。ですが、まさかこんなあばら屋にいるなんて。あばら屋じゃないですよ、しゅうちゃん。ここは慎太郎様のお家です。慎太郎様？なんですか、その人間は。まさか男？はい。ガーン。とわさま、人間の男の家になんていちゃダメです。人間の男なんてヤバセックな変態しかいないんです。慎太郎様はとても優しいお方ですよ。そうそう、しゅうちゃん、お腹は空いていませんか？今日の晩ご飯は慎太郎様の好きな煮物を作ったんです。ゴビー、トワ様が人間の男のために料理を？はい。もしかしてこれもトワ様が？はい。で、さっきから気になっていましたが、何ですかこの人間は？慎太郎様ですよ。貴様か！貴様が慎太郎！しゅうちゃん、貴様なんて言っちゃダメ。ごめん、自己紹介してなかったね。でも俺ずっといたよね、何だと思ってたの？どう考えても誤解だったじゃん。慎太郎、トワ様にこんなあばら屋で炊事洗濯、極悪非道、悪行三昧、やるっきゃない。怖い。しゅうちゃん、私がしたくてしてるんです。それにそんな言葉を使ってはいけませんね。じゃあメス。それもちょっと。ほら、しゅうちゃん、ミルクありますよ。飲んで落ち着きましょう。とわちゃん、さすがに今は無理。いや、飲むんかい。じゃあとわさま帰りましょう。しゅうちゃん、ダメですよ。私は人間のことを勉強するために神様に使わされたのですから。じゃあせめて今だけでも外に。こんな小さな部屋、息が詰まります。でも外出は危ないからしないようにと慎太郎様が。おかしいです、そんなのおかしいです。外出もしないでどうやって人間のことを勉強するんですか？っていうか、人間のことを勉強って具体的に何するんですか？閉じ込められるなんて、トワ様ほどの方がこんな目に遭っていいわけないんです。だからトワ様、今すぐシュート展開に帰りましょう。でも神様が私を天使の代表として選んでくださったのですから。今ロックオンされた。慎太郎。はい。貴様だって本当はトワ様との生活に戸惑っているのではないですか？いや、トワ様はとても高貴なお方です。人間の、しかも庶民とは暮らしの感覚が全く違うんじゃないですか？確かにちょいちょいびっくりさせられてるかも。じゃあ、でもそれって文化っていうか環境っていうか、そういうのが違うところから来たんだから当然だと思うし、逆に俺だって天国展開もし行ったら、天使から見て変な行動をきっとするんじゃないかな。
それにトワちゃんの行動っていつも俺のこと心配してとかだったし、びっくりはしてもありがたいって思ってるよ。慎太郎様、何ですかこの人間。人間のくせに。トワ様はこんなところにいちゃダメ。絶対一緒に帰るんだもん。トワ様、騙されちゃダメです。人間は嘘をつくんです。今だってきっと適当なこと言ってるだけだもん。信じちゃダメです。早くシュート展開へ。シュウちゃん、慎太郎様はとても優しい善良な方です。私は慎太郎様を信じています。たった一週間で何がわかるんですか。私にはわかります。慎太郎様はただ家に置いてくださっただけじゃなく、私を叱ってくれました。見ず知らずの私を心配して、私嬉しかったんです。だから私は慎太郎様が私にしてくださる親切をお返ししたいんです。私、お一人で暮らしている慎太郎様は私がおそばにいることで幸せにして差し上げたい。だからここにいたいんです。やばい、何度言われてもめちゃくちゃやばい。女の子にこんなん言われることある？しゅう、しゅう、認めないですから。トワ様のバカ！しゅうちゃん、外に行ったのかな。慎重な子なのでいきなりそんなことはしないと思います。じゃあまだマンションの中か。もしかして天使って低いのより高いところの方が好きとかある？はい。ってことは屋上ですか？うん、レンタル菜園になってるんだ。この時間ならまだ鍵もかかってないはず。慎太郎様、しゅうちゃんが失礼なことを言って申し訳ありませんでした。あ、いや別に。ビビったけど言いたいことはわからんでもないし、それにあの子トワちゃんのことが好きなだけだと思うし。しゅうちゃん、ごめんなさい。しゅうちゃんは私を心配してきてくれたのに、私自分のことばかり。トワ様は悪くないです。ありがとう、しゅうちゃん。トワ様、しゅうちゃん、ぎゅーしますか？宗教絵画すぎる。やっぱちびっこはちびっこだな。可愛いところあるじゃん。どうや。え、あ、もしかして自慢されてんのか俺。なんなん？何？爆発でもすんの？残り1分で強制送還されます。残り1分。うわー、やです。カリ様、まだトワ様と一緒にいたいです。それカラータイマーなのかよ。トワ様、一緒に帰ってくれないんですね。はい、どうかどうかお体に気をつけて。トワ様が辛い思いをしないようにシュウはいつも祈っています。はい、慎太郎、トワ様がこんなにおっしゃるなら慎太郎は悪いやつじゃないかもしれない。シュウはトワ様の見る目を信じます。シュウちゃん、でもトワ様に何かしたら容赦なくメス。シュウちゃん、貴様のことは全部認めたわけじゃないです。